会議員の糸部正樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はゲストをお迎えしております。大阪府池田市の大内千里さんに今日はあの信楽の方にお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、まあ、食べ持ってお話を しましょうか。はい、あの大内さんはもうすごくあの多彩な方なので、あ、今日はですね、ちなみにですね、あの信楽町牧の万田さんに寄せていただいております。はい、近江牛の美味しいお店であります。この食レポも兼ねて、今日は発信をしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、さっきのお話の途中が、まあ、今日はまあ、縁がありまして、はい、まあ、信楽に、まあ、ちょっと焼き物を作りたいなと思って伺って、で今日伺ったのが、ひしみつ陶園さんという、まあ、プロの方を対象にした陶工さんで、で、まあ、そこで、まあ、いろんな話を、まあ、社長さんとさせていただいて、まあ、その信楽焼という文化コンテンツ、そして、まあ、物質としても現れているものがありながら、まあ、有効利用できていない、うん、結局なんでかっていうと、使うという、まあ、信楽に関して言うと信楽焼を日常で使うっていうことがされてます。はい、で原因はちっちゃい時から使ってないから。そうですね。うん、で、まあ、今日そんな話をしてた時に、まあ、信楽の幼稚園さん保育園さんでなんで使わないの、はい、壊れるって言われる、うん、陶器は壊れるからいい、その儚さのものが壊れる、人間だって寿命があるわけですから、はい、だからこそ輝いたりとか、プラスチックの容器だったり金属の器だったりとかっていうようなものは壊れないけれども、はい、まあ、味がないわけで、うん、手に持った瞬間の感触が、私がまあ本当に小学校の 1,2 年の時にこの信楽に来て作った器が今も家に残ってますけど、 あれを覚えてたために信楽で焼き物が焼きたいと思って用意してもらったんですよ。ちっちゃいうちに触れないと絶対に大人になって触れたって心には残らない、うん、結局いいものを与えたら子供はそこに急に感性が生み出されていく、うん、でこれは教育もしかりで、子供の頃から幼稚なことをばっかり幼稚な言葉で接していると子供はそのレベルで育っていく。でも子供の時に難しいことを言うことを僕心がけて、あえて難しいことを話し振ってみると、でやっぱり食いついてくるんですよ。それがやっぱり僕ね、教育だと思うんで。そうですね、僕は先ほど紹介をいただいたんですけど、いろんなことをやって今に至ってます。その中に大道芸人っていうのが実はありまして、はい、大道芸をやった時に子供だから子供のように接する人もいるんですけど、はいはいはい、私は子供はちっちゃい人、人間、はいはい、大人は大きい人間っていう、はい、もう同じ扱いをするんですよ。はいはい、うんうん、そうすると何が起きるかっていうと、はい、子供は大人の対応をするようになるんですよ。ですよね、普通に、うん、最初はなんか子供のちゃらけたよね、みたいな感じなんだけれど、うんうん、うちゃんうちゃんとかって言ってるけど、そのうちに普通に喋ってるとちゃんと見るとかちゃんと拍手するとか瞬間で理解できちゃうので、うん、子供だからっていう括りは大人からの目線で、あくまでも上から目線なんですよ。うん、彼らは足りないものは経験だけなんですよ。うん、そうですね。本当それ以外は同じなので、うん、むしろ感性に関しては奴らの方が上ですから。そうです、そうです。大人として子供にやってあげないといけないのは、子供のレベルはこれが標準だろうと思っているところよりもちょっと上のところの題材を投げかけてやる。ほんでそれがいけるならもっと長く上、もっと上、もっと上ってこうやっぱりレベルを上げてやって、まあ、なんぼもうなんていうかな、ここまである程度のところ行ったら、まあ、それ以上はちょっと理解がついていかないっていうところもあるから、その限界までね、やっぱりね、引き上げてやらんとあかんと僕は思うんです。やっぱりそこの限界も当然あるから、そこは見極めてやらなんていかと思うんですけど、でも普通の大人が持ってる以上にこの限界って結構高いところにあるんですよね。それは僕ちょっと自分の子供を育てている中で感じてきたところだから、大人が勝手に子供ってこんなもんだろうって低くハードル下げちゃダメだと思うんですよ。
さんでしたっけ、ここ、あの近江牛中川さん、中川地区さんのあのももになります。あはい、あの、ね、薄く、はい、薄くスライスしてあるんで、はい、ももって言いながらめちゃくちゃあの刺しはい入ってますね。いきます、はい、こうやってあの炙る感じで、油がスーッと溶けて、そうです、そうです、筋繊維の間に入ってる感じで、はい、いきましょうか。これぐらいでも大丈夫ですか。いいですか、私は。はい、じゃあいただきます。はい、ではこんな感じで、はい、はいはい、ちょっと赤みが残ってるような感じでですね、塩でいただきます。お塩、はい、お塩をつけさせていただきます。いただきます。はい、うん、肉の味が濃い、うん、炭の火とのマッチも最高にですね。マジですね。はじめまして、はい、私、信楽町で、焼肉店を営んでおります、炭火焼熊田北村、まあ、あの店主、北村智也でございます。あの北田さんの中川だったりとかね、結構推しでして、はい、あの先ほども桃食べてもらったんですけども、はい、まあ、あれも塩だけで刺しもらって、めちゃくちゃうまかったです。いい時はね、塩コショウでやってたんですけども、はい、コショウいらんやろって話になって、塩の方が淡白で、うまみだけだってそうなってもう塩だけでいいなっていう、昔ながらの自然の育て方 でちなみにこれはもう歴史も好きやからあれですけども、徳川斉昭、今、はい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 、晴天のあれであったりも、徳川斉昭に、味噌漬けのお肉を出してやったんが彦根藩です。知ってるんです。その中の6つか5つか言いやったかな、牛舎があるんですけども、そのうちの1つが中川牛です。中川畜産です。それがずっと今でも残ってない中川畜産だけやとお聞きしてますし、昔ながらの伝統の出し方で、なおかつ昔の旨味をずっとねで残しつつ、やっぱり進歩するものは進歩するっていう部分がね、あ、僕は素晴らしいなと思いますし、冷麺です。牛の、肉でお出汁を取ってます。はい、うちでさばいた、あのお肉の筋、うん、はい、そういった部分を煮込んで、はい、時間が経つと、固まります、コラーゲンで。あ、でもコラーゲン女性には嬉しいあれですね。そうですね、お肌ツルツル、おっさんも嬉しいです。おっさんにも嬉しい。おっさんみたいに上手にはよう言いませんけど、もう食べてる表情で伝わったらなっていうところですけど、はい、あ、でも確かにツルツルとした麺で、これ艶がいいですね、これね、透明感があって、ちょっといってみますね。あ、スープからいきましょうか。あ、ほんまや、カツオだし ねカツオが効いてますね。ほんまや。で、ちょっと麺いきます。うん、このツルツルといった肌、あの舌触り、これいいですね、これツルツル、ね、なんやろこれ。でもなんか弾力性があって噛み締めがいいですね。シコシコしてて美味しい、うん、でちょっとリンゴも入ってますね、はい、リンゴの甘みがまたこのカツオだしと合いますね。バチです、バチです、合います。信楽町牧にあります、炭火焼肉マンダ、店主北村智之でございます。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。いろんな知見を与えていただいてありがとうございます。今日はトイトからお越しいただいてありがとうございました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。はい、チャンネル登録といいねはよろしく。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。